に俺はなる。いいね。満足王にわしはなる。なんやそれは。よし、今日からお前は満足王だ。満足しました。目標達成早いな。ワンピースワンダ、今だけ。朝日飲料ワンダ。斉藤さんだぞ。ブルックさんだぞ。はい、チェキラッチョ、骨ラッチョ。骨だけど。チェキラッチョ、骨ラッチョ。ワンダが飲める。飲んだコーヒーどこへ行く。イエイ、ワンピースワンダ、ヨホホ。朝日飲料ワンダ。チョッパーになりたいよ。本人を前に。違うよ、そんなんじゃないよ。俺もやる。二人でやるな。ワンピースワンダ飲めよ。朝日飲料ワンダ。私の名はソゲキング。私の名はヤスキング。おい、なんでお前アニメなんだよ。逆になんでお前だけ実写やねん。いや待って待って、仲間同士で争うな。いやウソップが言うな。ワンピースワンダ出た。朝日飲料頑張ります。頑張ります。おにぎり。じゃあ、皆さんご紹介させてください。本日よろしくお願いします。トレンディエンジェル、高橋さん、斉藤さんです。よろしくお願いします。はい、チェキラッチョ、骨ラッチョ。チェキラッチョ、骨ラッチョ。ワンダが飲める。飲んだコーヒーどこ行くの。かぶせちゃって。はい、カット。はい、カット。一回ちょっとやっぱ目つぶっちゃった。そうですね。よーせーの。僕はちょっとまだドッキリなんじゃないかなっていう感じで実感がないんですよ。マジマジ、とんでもないスタジオよ今。とんでもない数の大人おる。まためっちゃ半端じゃない。これガチドッキリの数じゃない大人いる。俺50人からいるんだけど、そのウソップと漫才の CM 出れんのほんまに俺。私の名はソゲキング。私の名はヤスキング。おい、なんでお前アニメなんだよ。逆になんでお前だけ実写やん。待って待って、仲間同士で争うな。いや、ウソップが言うな。おーい、はい、おー。私の名前をして、すみません、ありがとうございました。すみません、またよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。本人を前に。違うよ、そんなんじゃないよ。俺もやる。二人でやるな。チョッパーになりたいよ。本人を前に。面白いよ。違うよ、そんなんじゃないよ。何も言わずにこれでいいけど。俺もやる。何も言わずにこれでいい。チョッパー、チョッパー。二人でやるな。はい、ありがとうございます。これがトッケイ。はい、OK です。滑るわけにはいかない。一人はいいけど、ルーフィーを滑らすわけにはいかないよ。海賊王に俺はなる。いいね。満足王にわしはなる。なんやそれは。せーの。朝日飲料。せーの。朝日飲料。朝日飲料。はい、OK でーす。命かけましたね。当然ね。はい。緊張しましたね。やっぱルフィとか。そう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 。感激ですよ。やっぱりシンプルにね。去年で僕ら一応 M1 15年過ぎちゃったんで、はいはいはい。3人になればもう一回出れるかもしれないんで、はい。そうですね。はい。ちょっと結成。ちょっと一回小田先生と、はい、話し合いで、ね、話し合いで、はい、はい、M1 だったら、うん、まあ2回戦まではもしかしたら行くかもわからないですね。2回戦で負けますか。1回戦追加合格で、うん、できれば波が良かったんですけど、できればですよ。とかそうですね、ミホークとか、うん、まあでもウソップも大好きなんで嬉しかったですね。え、いろんな王がね。
ありますからね。ちっちゃいことから大きいことまでありますからね。うん、でも海賊王かな。なんで？お前も、うん、お前もなんや。うん、ノブは海賊王。俺も一緒にないこと。変な感じ。変な株でしょう。だからまあ僕らでいうところの海賊王っていうのは漫才王ってことです。ああなるほどね、はい。ごめんなさい、伝わりにくくて。はい。そうですね。漫才王にはもうなったからね。いやいや、あんま自分で言うなよ。あんま言うなよ。もうそこは、はい、もう期限切れだから。漫才王にはなったんで。そうですね。はい、うん、で僕はでもやっぱちょっと今やっぱ娘にメロメロなんで、あら、まあ子育て王ですかね。高橋さんは、うん、僕はあのキャバクラ王とかに。なんでだよバカ野郎。え、まあ、そうですね、なんか料理とか頑張りたいんで料理王とかに、はい、いや表面上のやつ全然思わないです。表面上のやつ全然思わないですよ。すみません、はい、穏やか王、お笑い王に俺はなる。恥ずかしくないのかお前。言わない方がいいよそういうの。あんまりつまんねえやつみたいに見える。つまらん王に俺はなる。なりかけてんの。株の王、ちょっと興味持ち始めて、ちょっとそっちに興味ありますね、うん、お笑いより。まあでもね、お笑いの王ね、まあまあもうお笑いの王も目指しながら、はい、いろんなこと今はそうですね、株ですね。今回光栄なことに千鳥と、ワンピースのルフィさんが漫才させてもらいました。本当にこう面白い作品になってるんで、はい、ぜひ見てください。ルフィとの漫才はこれがもう初、初ですね、世界で初ということですから。そうか、光栄だ。緊張している2人をぜひご覧ください。来てました。CM をご覧いただいている皆様、はい、本当にね楽しい、CM、我々だけじゃなくていろんな、漫才家さんたちが、ね、そうですね、見れると思いますんで、はい、ぜひそちらご覧いただければと思います。ということでさよなら。皆様に、僕たちとチョッパーの、可愛らしさがですね少しでも伝わればと思っておりますし、うん、みんなでワンダを飲んで、うん、楽しい、人生にしていきたいと思っております。うん、ワンダに、うん、俺はなる。どういうことですか。夢が詰まった、そして僕の夢でもあったウソップとニューヨークがコラボ漫才、とんでもなく夢が詰まった CM ができたと思いますので、ぜひ皆さん、僕もあの完成がめちゃめちゃ楽しみなんで、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。